おはようございますおはようミネラボのお時間です。ミんねの作家活動アドバイザー和田真央です。今日の収録動画から東京都渋谷区のオフィスの中のスタジオみたいに見えますけど会議室の一角からお届けしております。どうぞよろしくお願いします。今日のご相談、質問139。クロエさんという作家さんからご相談です。一点物の,のアクセサリーを作っていて自画自賛するかわいさなんだけども写真文書の試行錯誤するも迷宮入りしてしまいますというご相談です。読み上げます。 おはらぼを見ながら、聞きながら勉強させていただいております。黒エのさやかと申します。ミンネでの販売は3年半になります。始めた当初はレジンアクセサリーを制作していたのですが、もっと重厚感を出して自分だけの作品を作りたく、レジンでパーツを作り、そのパーツを組み合わせてデザインし、ビーズ刺繍で仕上げたアクセサリーを制作しております。 レジンとビーズ刺繍の組み合わせなので、大ぶりでも軽いのがお客様に喜ばれています。そして自分だけのおしゃれを楽しんでもらいたく、すべてが一点物でのお作りでコーディネートの主役になるようなデザインを特徴としております。現状、月に1から3個売れたらいい方で全く売れない月もあります。なかなか軌道に乗ることができません。 恥ずかしながら、ミンネでの販売当初からの目標も未だに近づくことすらできていません。作ることは大好きなので、出来上がった時は、かわいいと字が自賛何度もじっくり見てしまうほどなのですが、それを伝えることができていないのだろうと思っております。写真を何度も撮り直したり、 説明文も何度も書き直したり、その都度試行錯誤しながらやっていますが、改善点があるから購入という一歩にはならないのだとは分かっています。自分ではどこをどう変えていったら見てくださっている方々に伝わるのかが迷宮入りしてしまい、分からなくなってしまいました。客観的に見て私のショップはどんな印象、イメージであるのか、真央さんの視点で助言をいただきたいと思い送らせていただきました。 一人でやっていると客観的に物事が見れなくなってしまうので、そんな時のアドバイスなどありましたらよろしくお願いいたします。というご相談いただきましてありがとうございます。まあ、このご質問が届いたのは実は去年の11月だったんですね。なのでちょっと時間経っちゃったんですけれども、現時点のショップ、クロエさんのお店拝見したところ、まあ、今も同じようなお悩みが続いているのかなというご様子だったので、遅ればせながらですが採用させていただきました。まずショップをちょっと見ていきましょう。すごく、ね、頑張って 作っってらっしゃるんですよ相談に書かれてたようにだいぶこだわってカラーリングなんかとっても素敵です結構作品数ありますちょっといくつか作品をピックアップしました桜色シェル入りビーズ刺繍ピアスイヤリング4500円写真の撮り方多分相当練習されて試行錯誤されてきたんだなっていうのはもうにじみ出ております1回や2回撮っただけじゃここまで撮れないと思うのですごく頑張ってらっしゃると思うんですよ 柄違いいもありますよ、みたいな感じ。これを全部レジンで手作りした周りにビーズ刺繍をされていると、もう大変手の込んだ作品ですね。これとかつやつやパール感満載ラベンダーマーブルビーズ刺繍、ピアスイヤリングこれはちょっと多面カットになってる円形のモールドを使われてるんですかね。こんな感じのあれこれ可愛く写るにはどうしたらいいかしらって頑張ってるのこれも伝わってきます。 ショップの方は動画の説明欄に掲載しますので、そちらご覧ください。これも色素敵ですね。しずくフラワーの揺れるビーズ刺繍、ピアスイヤリング、グリーンイエローって書かれております。今紹介した3つとも、作品の周りの小物とか一生懸命変えてらっしゃる。だからそこを変えてすごい悩まれてるのかなと、もどれがしっくりくるんだろうっていうのは試行錯誤されてるのかなとは思います。 で手に載せてるこの写真いいですよね結構だから大きいんですよねつけた時どうなるだろうなっていうのは思いましたあねこういうパネルに当てたりしてるけどパネルの雰囲気にじゃあ合ってるかっていうともうちょっといい見せ方があるんじゃないのかなとも思うんですけれどもね説明文も丁寧に書かれてるんですけれども今日はちょっと全般的に見てどうかっていう話をさせていただきたいですで今日お話ししたい点3つあります 私がクロエさんのショップを拝見して課題3つです。まず1つ目、ブランド名に課題がある。2つ目、伝え方に工夫が足りない。3つ目、作り手の都合を売れる理由にならない。この3点です。順番に3つ解説していきたいと思います。まずですね、ブランド名に課題があるっていうことについてです。クロエさん自身のブランド名、某有名ブランドさんと同じ名前なんですよね。 まあこれは黒井さんに限らず皆さんにお聞きしたいことです。あなたのブランド名を Google 検索した時あなたの情報がちゃんと表示されてますか っていうことをまだ見たことない方がいたらぜひ調べてほしいなと思います。クロエさんのブランド名で Google 検索すると別のブランドの情報がたくさん表示されている状況なんです、今。なんで残念ながらさやかさんの情報にはなかなかたどり着けないんですよね。ブランド名の選び方だけで自分でハンディキャップを作ってしまっている状況っていうのがあります。でね、これ、例えば芸能人で考えてみましょうか。 今から売りで、そのタレントさんの芸名、どういう名前にしようか、どういう売り込み方しようかって思ったときに、今活躍されている大女優さんと同じ芸名をつけることってまずないじゃないですか。それと同じだっていうふうに考えてみると、ああ、同じ名前ってそんなに損なことになるんだってわかるかなと思います。でね、もちろん、商標権の問題っていうのもあると思います。まあ、個人の方が運営 されてるそこまで本格的にやってるブランドじゃないから許されるかなって思われるかもしれないですけども結局はそういうことではないのでこの先この今の名前で運営を続けられても正直プラスになることはないかなっていうぐらい早急に考え直した方がいい課題じゃないかなと思いました。 まあこういった既にあるブランド名と被ってしまったことってそのブランド名を今日聞いた方にとってどういう印象を受けるかって言ったらすごく不利な印象なんですよね正直商標権とか何も知らない初心者の方が始めたのかなっていうふうに私も感じますで極端な話これからね雑誌に出たりテレビに出たりっていうチャンスがもし来たとしてもあ ブランド名が来る絵だったらちょっと出しにくいなって思われちゃうことっていうのも多いにあると思うんですよ。なので、名前の付け方一つで、 この先何年キャリアを積んでもどうしても乗り越えられない壁みたいなのを自分で作っちゃってるっていう風になる可能性があります。ブランド名についてはですね、今まで私配信の中でまあ好きにつけていいですよとか、深くここまで言及したことはなかったんですけれども、ちょっと今回はここ考えないことには結構大きいハードルだなと感じたのでお話しさせていただきました。じゃあ、課題の二つ目に行きます。伝え方に工夫が足りないっていう点です。 説明文とかプロフィールに書いてあるコンセプトがたくさんあったんですけどそれを具体的にお客様に提示できてますかっていうのが課題だなって感じましたでクロエさんのプロフィールや作品の説明文ざっと拝見したんですけどこんな一文があったのでちょっと紹介させていただきますファッションやヘアスタイルでアクセサリーを選ぶのではなくアクセサリーでファッションやヘアスタイルを選びたくなるようなトータルコーディネートの主役をクロエからお届けいたします 他人と同じじゃつまらない。自分だけのおしゃれを楽しみたい。そんな思いを叶えるべく、すべてが一点物の,のお作りでございます。って書かれてるんですよ。でね、ここでキーワードになるのは、一点物っていうことと、個性っていうとこと、コーディネートの主役。まあ、これが黒江さんがブランドの中で大切にされてる点かなっていうふうに思いました。じゃあ、もう一回黒江さんのお店を拝見してみましょう。さっき紹介した写真に戻ってきたんですけど、 確かに写真の練習頑張ってきたのはよく伝わってくるんですよね。初心者さんでいきなり今日から始めてネット販売するぞって写真撮ってみてここまで撮れる方いないと思うので、すごく頑張ってるんです。ただ残念ながら今写真をあれこれ撮り直しているのはおそらくこの小さい画面の中で撮ってる世界が変わらずに小物だけどんどん入れ替えてやってる状態だと思うんですよね。 これさんのショップ、ざっと見ても、いろんな小物で撮ってるので、これが試行錯誤されてるっていうことだと思うんですけれども、今写真あれこれ撮り直してることが、お客様が受ける情報が増えて、より購入につながるきっかけになったっていうところにつながることがなかなかできてないんだなって思ったんですよ。正直な印象としては、自分のカメラで覗いた手元の 撮影しているこのエリア、この小さい世界を変えてなんとか売ろうと頑張ってるんだけれども、ちょっと迷走しちゃってるなっていうのが正直な印象です。じゃあ、黒井さんのショップの写真には何が足りないかというと、個性的なアイテムをトータルコーディネートの主役として売ろうとしているのに、写真からはファッション性の情報が全くないんですよね。 つまり、このアクセサリーは個性が売りのはず、個性的な方、または自分だけのファッションって思う方につけてほしいのに、売り方はただ作品自体を並べただけっていう状態になってるんですよ。なんで、個性が売りのアイテムのはずなのに、売り方が平凡だからお客様に伝わらないっていう状況になっちゃってるんじゃないかなって思いました。 なのでですね、背景をレースの小物にしたり、こういう感じのお皿にしてみたりとかね、いろいろ工夫はされてるんだけれども、これを変えたからといって、正直お客様が受ける情報の量に対しては大差ないんですよね。なんで。 ここを打破するためには、モデルさんを使って着用写真を用意してみるとかね、実際にアクセサリーからファッションコーディネートを提案するとか、違うアプローチを考えないことには、プロフィールとか作品説明に書いてあること、クロエさんがこういう方に買ってほしいって思ってる世界が実際に提案されてないから、今時点の売り方としてはお客様に想像力のすべてをお任せしてしまってるっていう状態になってるんですね。で このファッション性の情報量を増やすっていうことの手段、たくさんあると思います。まあ、伝える方法として、まあ、さっき言ったようにモデルさんを使ってもいいでしょうし、コーディネート用のお洋服を用意して、それとコーディネートした写真、こういうのをイメージして、こういうファッションにいいと思うんですよねっていうのを提案してみるとか、デザイン画を描いてみるとかでもいいと思います。こんなイメージで、こんな日に使いたいっていう具体的な提案をぜひやってほしいかなと感じました。 ただ、今の状態でも購入くださるお客様が少ないとはいえいらっしゃるんですよ。これ自体はすごいありがたいことだし、素晴らしいと思うんです。なんで、そういう方がいらっしゃるってことは、もうちょっと背中を押してほしいって思ってる未来のお客様もたくさんいるんじゃないかなって思うんですよね。ここは大いに期待できるところだと思います。今いいなと思えるところはいくつもあって、例えば大ぶりなアクセサリーなのに軽いっていう機能面での特徴ですね。これは購入者の方に大きいメリットですし、 日の PR 的にもすす。ごいいい情報だと思いますなんでさっきの写真のパネルにつけているよりももうちょっと個性が活かせるような写真の撮り方あったらもっと生きてくると思うので大きさとかつけてる雰囲気とかもっとアピールして売り出していく方法も一緒に考えてみるといいんじゃないかなって思いました。 はい。じゃあ、三つ目のポイントに行きます。作り手の都合は売れる理由にならないという点です。作ることが楽しいっていう行動と、売れるっていうことはもう残念ながら直結しないんですよね。なんで直結しないのか、その理由を考えてみましょう。ちょっとね、シビアな話になります。まあ、クロエさんが制作されている作品は確かに可愛いんですよ。色合わせもすごく素敵だと思います。ただ、これが、 一点物としての価値が存分に発揮されているかというと、正直なところ、ちょっとね、物足りなさも感じたなっていうのが私の感想です。黒江さんは最初に読み上げた質問文の中で、こんなこと書いてました。 作ることは大好きなので、出来上がった時は、可愛いと字が自賛、何度もじっくり見てしまうってあるんですよ。でも、その気持ちはよくわかります。だって、この作品ですね。これも私も自分でもし作って、こんなツヤツヤでカラフルなアイテムが完成したら、そりゃテンション上がります。可愛いって私も思うと思う。実際可愛いいと思うし。でも、お客様から見た時は、どうですかね。クロエさんが手作業で一点物として作り上げたものっていうのは、 果たしてクロエさんにしか作れないものっていうふうにちゃんと認識されてるかどうかっていうところを考えてみましょうか。点もののっていうのは、 作品の希少価値があるっていう側面はもちろん強みとしてあるんですけれども、かかる制作費、コストの面では複数個制作するよりもうんと高くなる。もうこれが通常の話だと思うんですよね。でも、黒江さんは何か考えるところがあって、今の制作手法、そのレジンで一点一点作るっていう方法を取られてるって思うんですけれども、その一方でですね、ほとんどの購入者の方にとっては、 レジンで作ってるっていう、その工程に関して、その技法に特別な思い入れがあるわけではないって思うんですよ。まあ、例えば 何かデザインを思いついたとします。で、それを形にしようとしたとき、その制作方法っていうのはいろいろあるわけですよね。黒江さんの場合はレジンを選んだんだけれども、アクリル素材から削り出すっていうやり方もあるだろうし、粘土とか焼き物として作るっていう方法もあるだろうし、石を加工して研磨するっていうのもあるし、そして量産化する方法っていうのが世の中にいくらでもあるわけなんですよ。ここがね、私ハンドメイドの難しいところだなって思っていて、 作ることが楽しいっていうことが、売れるに直結しないポイントでもあるっていうふうに考えてます。なんで、今、クロエさんがやってる作業を決して否定してるわけでも何でもないんですよ。ないんだけれども、クロエさんが仕上がったもの、とても個人が手で作ったとは思えないような、既製品みたいな美しい仕上がりの一点のの作品、こういうのをコレクションする方は、世の中に存在するとは思うんですけど、残念ながら超少数派じゃないかなって思うんです。 クロエさんが作ってるのはファッションアイテムだと思うんですよ。購入者の方から見たらレジンで作った。何々じゃなくて軽くて大ぶりでつけたらテンションが上がるアクセサリーだと思うんですよね。 購入者の方にとっては、作り方を重視して買うよりも、使い方のアプローチから、ああ、私だったらこういう使い方したいなっていう、そっちから入っていって購入に至るっていう、この流れの方がごく自然なことでしょうし、売り手としても売りやすい、アプローチしやすい方法なんじゃないかなって私感じました。まあ、ちょっと長くなっちゃったんですけれども、 クロイさんのショップ自体はとっても丁寧に運営されていて、基本的なことはね、できているお店だと思うんです。ただね、もう一歩の改善点っていうのが、表面的な写真とか文章をちょっとブラッシュアップしたら、なんかびっくりするほど伸びたみたいな、そういうとこじゃないと思うんですよね。表面的なところを変えていっても、もう正直効果が出ないんじゃないかなって感じます。ものづくりの根幹の考え方を突き詰めていく、クロエさん自身のブランドに対する考え方とか、ものづくりの姿勢とか、 考える必要があるんじゃないかなって私は感じました。まあ今日の私のお話っていうのは、じゃあどうしたらいいのっていうところをお話ししてないので、悩みの解決には直結しないんじゃないかなと思います。むしろ聞いたら、うわーなんかすごい言われちゃったってもやもやしちゃう。私のものづくりダメだったのかしらってね、もしかしたら思われるかもしれないけど、やってきたことは間違いじゃないので、しっかりここまでできてるんで自信を持ってほしいなと思います。で、 ここから成長するために必要なことっていうのはやっぱり今までやってこなかったことをやるっていうことだと思うんですよ。何をどうしたいのか決めるのは私じゃなくて黒江さんご自身なんですよね。購入者の方に選ばれるっていうのは一体どういうことなのか、ここに答えがあると思いますので、この点をぜひじっくり考える時間を取っていただいて、次のステップに進めるきっかけになれば嬉しいなと思います。 はい。ということで今日のご相談以上でおしまいになります。ちょっとでも参考になったなと思ったら高評価のボタン、チャンネル登録ぜひお願いいたします。こういったちょっと突っ込んだ話っていうのもちょっとずつやっていきたいなと思いますので気になるご相談あったらぜひ動画の説明欄の質問の応募フォームの方までお寄せください。今日もご視聴くださってどうもありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。